戦後史上最大の暴挙に、私たちは皆さんと共に満身の怒りを持って抗議するものである。札幌では午前11時から大規模な抗議集会が開かれました。集会には主催者発表で500人以上が集まっています。参加者たちは強行採決だとして不満の声を上げていました。主催者は今後も安保関連法の廃止や撤回を求めるとして大規模な集会を続けるとしています。